1990年のロードレース世界選手権1990年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第42回大会である。89年までマールボロのサポートを受けていたヤマハのチームはゴスチーニが 500cc から撤退前年度までラッキーストライクのスポンサードを受けていたチームロバーツがマールボロのスポンサードを受け ラッキーストライクはそれまでペプシのスポンサードを受けていた、鈴木のスポンサーとなるなど、各チームの体制が前年度から大きく様変わりした。そのヤマハには、前年度ホンダでタイトルを獲得したエディローソンが復帰。しかしタイトル争いを終始リードしたのは、チームメイトのウェイン・レイニーで、すでにタイトルを決めた後のハンガリー GP でリタイアした、以外は、 すべてのレースで表彰台に上がるという圧倒的な強さで7勝を挙げ念願の8タイトルを獲得。レーニーの時代が始まったことを世間に知らしめたシーズンであった。ローソンはシーズン初戦の日本 GP で左足を続くアメリカ GP で右足を骨折するという不運に見舞われて長期離脱を余儀なくされタイトルを守ることができなかった。 レイニーと直接タイトルを争ったのは、鈴木のケビン・シュワンツであったが、前年同様優勝かクラッシュかという不安定なリザルトに終わり、長年のライバルであるレイニーの後陣を敗する結果となった。ホンダは、前年度不本意な成績に終わったワインガードナーが2勝を、上げ巻き返しを図ったものの、またしても怪我に泣き、代わって同胞のオーストラリア人。 ミック・ドゥ・ハンがハンガロリンクでグランプリ初勝利を挙げるなど大きな成長を見せるシーズンとなった。2サイクル V4 エンジンのパワーがますます強大になった結果、1990年はクラッシュが頻発したシーズンでもあった。ホンダは最高峰クラスを排気量 375cc の3気筒エンジンに制限することを提案したが、他からの賛同は得られなかった。しかし、 ラップタイムは闇雲に上がり続けており、何らかの対策が必要なことは明らかだった。250cc では、ケニー・ロバーツの秘蔵っ子と言われた、マールボロヤマハチームのジョン・コシンスキーが、カルロス・カルダスとの激しいポイント争いを制し、フル参戦1年目にして 250cc タイトルを獲得。チームロバーツは500、250の両クラスでタイトルを獲得することとなった。 125cc ではこちらも WGP 初参戦となったチームピリリのローリス・カピロッシが17歳と165日でタイトルを獲得。1977年のジョニー・チェコットの記録を13年ぶりに更新する史上最年少チャンピオンとなった。メイヤーは42番も、使用、パパは37番、38番も、使用、トルクセスは35番、36番、 43番も、使用スキャトーラーは42番、37番も使用、ドゥーラッカースは36番も使用、プレイニングは39番、35番も、使用ロータは45番も使用、ニコッテは47番も使用、フォーレーは41番も、使用ハエンゲリは39番も使用、ミッチェルは40番、36番も、使用ユッカーは33番も、使用メッカーは34番も、 使用カソリは42番も、使用ブロネクは44番も、使用カピロッシは48番、67番、75番、47番、59番も、使用アダは67番も、使用スコットは9番も、使用アップルヤードは47番も、使用デュフォーは62番も、使用パトリックソンは54番、63番も、使用エドワーズは52番、64番も使用、 ビターリは51番、59番も使用、ブラッカーは57番も、使用ルティは64番、66番も使用、ハサインは65番、49番も使用、ヘルナンデスは63番、43番、55番も、使用レートナーは48番も使用、アボレドは53番も使用。ありがとうございます。